はい、久しぶりにですね、暗号通貨ニュースをお届けします。速稼塾の久保です。まあ、タイトルにこうあります。麻生財務省、ちょっと待ってくださいよ。G20 の会見で中国デジタル人民元に懸念表明ということなんですよね。まあ、麻生副総理であり、麻生財務省のこの大臣なんですけども、私はね、麻生さんのこと好きな部分と嫌いな部分、まあ当然ですけども、あるんですけども、まあ、森友賭け問題ではね、十分怪しい人だなと思うんですけども、でもね、今回の記事みたいに、やっぱりね、他国に対して、まあ、ひるまない姿勢ってのは、本当に心強いなというところもあるんですよ。で、今回どういうことを言ってるかっていうと、中国のデジタル人民元に対して、やっぱりね、まあ、物を申すと言いますか、ケチをつけるというか、ちょっと待てよと言ってるってことなんですよね。 G20 では、まあ、今流行ってる武漢熱のことについて、まあ、国際間いろんな、ね、利害を超えて協力して対応に当たっていこうってことで一致したのもあるんですけども、でもね、やっぱりその会議の中でこういうこともしっかり言ってくれてるんですよね。よくこれ取材してくれましたよね。はい、麻生太郎財務省は23日、サウジアラビアの首都リヤドで開かれている20カ国地域 G20 ですね、財務省中央銀行総裁会議で記者会見し、中国政府が計画しているデジタル人民元について危険が大きいと懸念を表明した。ブルームバーグが報じたということですね。やっぱりね、この国賓として迎える、習近平国家主席を迎えることにいろいろと異論があったりとか、今ね、まあ、中国で発生したコロナウイルスで日本を中心にまあいろんな国がちょっとね、苦しめられているところもあるんですけども、その辺もね、まあ、それで切り分けて、麻生総理はデジタル通貨、デジタル人民元に対してはきちんということは言ってくれたってことなんですよね。麻生大臣は中国銀行ですね、中国銀行が発行するデジタル通貨 OBDC はよほどのきちんとした規制をしたものでなければ危険が大きいと話したということなんですよ。そしてデジタル人民元が今年中にも発行されるとの憶測があることについては、少なくとも今の段階で発行はちょっと待ってくださいよと言わざるを得ないと発言したということなんですよ。ちょっと今からね、人民元がデジタルで出ちゃうといろいろと困ることがあるよってことなんですよ。さらに中国が突然デジタル通貨を止めてしまい、世界経済に混乱を引き落とす事態は避けられなければならないとし、各国にリスクを認識するように呼びかけたという。すごいですよね。中国のデジタル人民元ってのがこれから出るらしいけど、おい、みんな気をつけろよと、世界経済に混乱を引き落とすこともあるぞと。要するに、ここからちょっと深読みなんでね、私の想像ですけども、まあ、中国がデジタル通貨をね、デジタル人民元ってのを世界に対して流通させて、それをね、計画的にある日突然パチッと止めて、世界経済に、まあ、混乱を引き起こすようなことをやるんではないかなっていうふうに、まあ、考えてはないと思いますけど、私の考えすぎですね、これはね。ちょっと他にいい、なんか、読みはないですかね。まあ、文章戻ります。麻生大臣はこれまでにも全国銀行協会の加賀講演会でデジタル人民元に国際決済で使われることを頭に入れておく必要があると言及し、警戒感を示しているということなんですよね。麻生総理はやっぱり中国に対しては一定の危機感を持っていると、警戒しているということですよね。中銀発行のデジタル通貨においては日銀や ECB など6中銀が共同開発を進めており、今年4月の会合で議論する場を設ける予定だ。中国人民銀行はこの中に含まれていないということなんですよね。ここなんでしょうね。ステーブルコインのリスク精査ということで、 G20 では Facebook のリブラのようなグローバルステーブルコインの発行に伴うリスクを精査し、発行前に適切に対処する必要性を強調した共同声明を発表。金融安定理事会 FSB が取り組む、規制上の提言作成を指示するとし、仮想通貨や関連企業へ FATF 基準を実施することを促すとしている。ちょっといろいろとね、読みにくい漢字とかアルファベットの並びがありますね。麻生大臣はステーブルコインについてはサービス開始前に吟味と対処が必要との見解を示した上で、送金手数料がかからない点で需要があることなどから金融分野におけるイノベーションになるともやっぱりね、持ち上げてるわけですよね。やっぱ評価するとこは評価していると。ただマネーロンダリングの抜け穴になる可能性が高いことなどから、利用者の安全性担保が必要だとの見解も示したということですね。なんかね、ちょっとこう中国の人民元についてきちんとしてくれよっていうね、ちょっと待ってくれよっていうふうに言ってくださったのは、やっぱり麻生金融担当大臣しか言えないことではないかなと思いますよね。ちょっと待ってくださいよ、 G20 の会見で中国デジタル人民元に懸念表明ということでございました。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。